ちは。今日のインディンチャンネルは市場の果物屋さんに来てるんですけれども、台湾のフルーツを皆様にご紹介したいと思います。台湾は本当に果物がたくさんあるんですよ。もういろんな種類があって、一年中美味しいフルーツが食べられるんですけれども、そんな感じで私のおすすめのフルーツを皆様にご紹介したいと思います。パイヤめっちゃ大きいです。パイヤも美味しいよね。ドラゴンフルーツでかいんですよ。ドラゴンフルーツめっちゃでかい。これと同じぐらい。さあ、これ大好き。これ買ってこうかな。皮が黒いやつが熟してるんですよね。こういうのはもう食べ頃なんですよね。肌の効果があるフルーツを選んできました。まずこちらパパイヤですね。シャカトウですね。台湾ならではのフルーツなんですけれども、そしてこちらオリンゴにも見えるんですけれども、ナツメなんですよ。これはすごく美味しいんですよね。そして栄養もいっぱい入っていて、女性にとってもすごく良いとされているフルーツなので、こちらの皆様にご紹介したいと思います。まずはパパイヤ、もう熟してますね。そろそろ食べ頃なんですけれども、こちらのパパイヤはですね、台湾では1年中ほぼいつでも食べられるフルーツなんですけれども、そんなパパイヤでは抗酸化作用がありまして、ビタミン類も多く含まれているんですよ。すごく美容にいいとされているフルーツなので、台湾の方は特に女性はすごく好きな方が多いんじゃないかなと思います。パパイヤを切ってきます。すごいパパイヤだよ。すごい。種を取ってしまいます。ね、私が双子出産した後に産後院に入ったんですけれども、1ヶ月間ほぼ毎日そこの食事の食後のデザートにパパイヤを食べたんですよ。そのぐらい産後の女性の方にはすごくいいとされているフルーツなんですね。どうやら母乳の出が良くなるらしいんですよね。はい、こちらパパイヤです。いい香り。こうやってスプーンで折って食べます。いただきます。おいしい。めちゃくちゃおいしい。甘い。すごいおいしい。やっぱパパイヤいいですね。幸せ。柔らかくってとろける感じですね。今の時期のパパイヤは美味しいです。止まらない。続いてはこちらシャカトウです。シャカトウはですね、一度食べたら絶対やみつきになる自信があるんですよ。そのぐらいみんなにおすすめしたいんですよ。まあ見た目はちょっと日本の方からしてみたら変なフルーツだなとか、ちょっと変わったフルーツかなっていう風になかなか手に取るのをすごく迷うかと思うんですけども、絶対これは保証します。絶対美味しいです。食物繊維もたっぷり入ってますし、そしてなんといってもビタミン C はリンゴの34倍らしいですよ。そのぐらいビタミン C がたっぷり入っているんですよね。
綺麗な緑の時はまだ熟知してないので、すぐ食べたい時はちょっとこう皮が黒くなってて少し柔らかい感じのシャカトを選ぶといいと思います。これが食べ頃です。こっちを食べてみます。いただきます。こうやってスプーンで掘って食べてます。いつもジューシー、クリーミーでジューシーな感じ、ものすごく甘いんです。そして食べると中にこの黒い種が出てくるんですけれども、これを捨てながら種の周りの果肉を食べるんです。こちらは抗酸化作用がありまして、ビタミン B2 とそしてビタミン C がリンゴの36倍っていうから、もう本当にこれは食べちゃいますね。噂ではなんかシャカトを冷やすとシャーベットみたいに美味しいっていう風に私聞いたので、ちょっと実験をしちゃいました。こんな感じで、自然解凍をして、30分ぐらい経ったんですけれども、もうカチカチです。はい、こんな感じでちょっと切ってみます。硬っ。シャキシャキ落とします。何これ、おお、すごい冷たいけど見て、また違う感じ。シャカトが冷凍した状態です。さっきのクリーミーな感じとはまた違う。あ、すごい硬っ、取れない。あ、すごいな感じ、見てください。シャーベットですね。冷凍シャカトは初めてです。食べてみよう。いただきます。これ違う感じでまた美味しいです。何これ、これハマりますね。完全にシャーベットですね。これ真夏にいいかもしれない。めっちゃシャーベットですよこれ。あのクリーミーな感じがやっぱり冷凍するとシャーベットになりますね。こういうデザートが普通に出てきてもおかしくないぐらい普通に超美味しいです。冷凍した状態で日本で買えるらしいんですよ。フローズンシャカトーですね。ちょっと私もネットで調べたんですけれども、あの概要欄に載せますので見てください。冷凍してもこんなに美味しいとは思いませんでした。うまい。台湾に来たらぜひシャカトー買って半日ぐらい冷凍庫に入れてみてください。そして出して、あの電子レンジで解凍してください。電子レンジのない方は自然解凍で30分でこういう感じで解凍されますので、これはちょっとびっくりです。じゃん、このナツメイーザオ、台湾の方が大好きなフルーツなんですけれども、今の季節は一番見かけるフルーツなんですけれども、見た目はリンゴみたいなんですけれども、食感はリンゴの甘みと梨のみずみずしさが混ざっている美味しいフルーツなんですよ。こんな感じで大きさは小さいですね。テニスボールぐらいですかね。切るとこんな感じになります。皮は剥けずにかじっていつでも食べられる手軽さっていうのも本当に私が大好きで、ちょっと面倒くさがり屋なので、昔からのことわざがありまして、一日三枣長生不老という、一日夏目を3つ食べると享受して、年取らないよっていう風な意味なんですよ。一日3個は食べてないかもしれないんですけど、1日1個は必ず食べてます。特に今の時期はいっぱい市場で売られているので、ほぼ毎日食べております。葉酸がたくさん含まれているので、妊婦さんにもすごくおすすめのフルーツなんですよね。台湾ではビタミン ABC とカリウムもたくさん含まれています。すごくアンチエイジングにいいです。
じゃあちょっと私かじって食べます。ちょっといただきます。リンゴみたいな甘さと梨のようなジューシーさが混ざってるフルーツなんです。中はこんな感じ、白い感じでジューシー。ネットで調べたんですけれども、日本でもなんか通販でいろいろ台湾のフルーツも輸出しているらしいので、コロナの時期でなかなか台湾に来れないかと思うんですけれども、ネットで私が調べたやつは概要欄に載せましたので、ぜひ皆さん見てください。今日はこんな感じで、台湾の美容にいいとされている、体にいいとされているフルーツを皆様に紹介しました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。グッドボタン押してください。バイバイ。